どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はニューヨークのタイムズスクエアに行って、見えますかね、マリオットマーキースなんですかね、微妙なところですけども、まあそれはいいとして、本日はねこちらに一泊滞在したいと思います。いやー、通り過ぎるところでしたね。まさか上の方にあるとは思ってなかったです。看板が下には何にもない。本日はねここ今日今7月の7日の日曜日なんですけども、まあ、本日はねここはとても安く抑えられたので宿泊したいと思います。なんと衝撃の、このホテル結構高くて、もともといつも3万とか4万とかするようなホテルなんですけども、本日は2万円抑えることできました。非正確には160ドルぐらいなんですけども、税金とかね入って結局そのぐらいまで上がったって感じですかね。入り口が多分横にあるんで多分あそこだと思うんですけども、ちょっと行ってみたいと思います。タイムズスクエアのねど真ん中にある、あ、ソーリー、タイムズスクエアのねど真ん中にあるホテルということで、タイムズスクエアの景色ももしかしたら楽しめるかもしれないですね。多分入り口はここだと思いますので、早速チェックインしていきたいと思います。ホテルのロビーが8階、とりあえず8階行ってみたいと思います。チェックインは8階なんですかね。いやすごいですね、この作りは何でしょうって感じですけど、ね、あ、このまま上にエレベーターがつながってる系なんですね。でもエレベーターがどこから乗るのかがわからない。あ、エレベーターここからですね。とりあえずホテルロビーということで8階に行きたいと思います。どういうことですか、ボタンを押す感じなんですね、行きたい階を。で、M が右のが来てくれるみたいですけど、なかなか来たかどうかがよくわからない。で、行きたいと思います。8階に着きました。多分ここでチェックイン合ってると思うんですけど、早速チェックインしていきたいと思います。いやー、面白い形してますね。やはり行きたい番号をして、そこでしたらエレベーターが来るっていう感じなんですね。チェックインチェックアウトはフロントデスクです。こんな感じで書いてあります。エリートチェックインここですかね。はい、ではチェックインすることができました。どうやらですね、レートチェックアウトは午後1時まで可能ということで、本来4時まで可能なんですけども混んでるんですかね、
1時まででごめんなさいということでした。で今回は45階中の41階ということなので、だいぶ上の部屋を押さえていただけたみたいです。これ面白いエレベーターの仕組みですね。本当に番号を押したらこのアルファベットが出て、そのアルファベットのやつに乗るっていう。でこういうふうにもう41階に設定されてるんですね。ですのでそれ以外の場所には行けないってことですね。あ、エレベーター来た、乗ろうみたいな感じでは使えないってことですね。いやーすごいですねこれ。これはすごい。あそこにフィットネスセンターもありますね。41階に着きました。本日の部屋は4150、こっちですね。4150、こっちですね。本日の部屋はここになります。まだ私も中を見てないんでちょっと楽しみですね。では入ります。よいしょ。おお、あ、広い広いですね。キングサイズルームにアップデートいただけたということを聞いております。さあ眺めはどうでしょうか。あ、残念ながらタイムズスクエアは見えないですけども、景色はすごいですね。今回はこの部屋に一泊させていただこうと思います。で、よいしょ。部屋はね、こんな感じでソファーがあって、ここめちゃくちゃ広いですね。で、電気。じゃあバスルームで、バスタブはいつも通りリクエストしています。よいしょ。こんな感じです。で、このおしゃれなシャワーですね。マリオットゲインたまにある。で、こちらが、これはマリオとイーストサイドと一緒ですかね。アメニティ。あとこちらは石鹸。あとはタオル類と。まあこんなもんですかね。あとここが金庫。これは枕ですかね。替えの枕みたいなのがあります。いやすごいですね、この部屋広すぎる。で、ここがマリオット系にはあれなのかもしれないですね。ちゃんと空の冷蔵庫があるのかもしれないですね。で、ここがコーヒー類ですね。ただこれは空ですよね。で、テレビは LG、氷入れるやつがむちゃくちゃでかいですね。まあ、部屋の設備はこんなもんですかね。空の冷蔵庫があるってのは本当にありがたいですね。ベッドもだいぶ大きいですね。ではここに一泊させていただきます。最初40何階に案内されたんですけども、
なんかそこはねタイムズスクエアビューじゃないっていうのでメッセージが来まして変えていただけました。ちょっと部屋の設備とか全部変わるんでどうなるかわかんないですけども、どうでしょうか。ザザン、ソファーが増えている。今回はこちらの部屋に一泊させていただきます。で部屋の感じはこんな感じです。さっきと変わってないですね。ベッドは一緒だと思います。小さいかな、いや多分一緒だと思いますね。でソファーが2つになってテーブルもあります。でこれです。うわーすげえ、これはすごいですね。まさにタイムズスクエアビューですね。いや、わざわざメッセージをいただけたコンシェルジュの方、コンシェルジュなんですかね、こんなことあるんでしょうか。まあリクエストしてたからなのかもしれないですけども、いやこれはありがたいですね。すごい、あのサムスンの看板があったところにナショナルだったんですかね、もう一個上だったかな、だったんですよね。今もう変わっちゃいましたけど、いやーすごいですね。これがタイムズスクエアビュー。いや本当に目の前にタイムズスクエアですね、はい、ちょっと興奮しちゃってます。で部屋の設備はどんな感じなんでしょうか。ここは何にもない、ね、デスクがあって、で、あ、コーヒーマシンとかはここにあるんですね。ここにあります。で暗い、で金庫だけですね。でアイロンとかがあって、で一応の電気バスルームですね。で石鹸とアメニティとタオルですね。こんな感じとなっています。でバスタブもリクエスト通りついていますね。部屋はこんな感じとなっております。まあ、ベッドも十分大きいですね。いや、やはりこの景色がちょっとすごすぎて本当に言葉が出ないですね。すごい、まさにタイムズスクエアビューですね。ではここに一泊させていただきたいと思います。で今回なんですけども、やはりねラウンジがあるみたいですね、30階に。で今日日曜日なんで夜の5時から10時までの間空いてて、朝食もありますね。あとはお決まりのディスティネーションフィーですね。こちらは、こちらのホテル結構有名なバーザビューっていうのがありまして、そこもねこれ利用できるということなんで、今日ねそこで、お酒、なんか有名なお酒があるとも聞いたんでそれをちょっと注文してみたいなと思ってます。まさかタイムズスクエアのホテルでラウンジがあると思ってなかったんでちょっと驚きですね。これからラウンジの方に、もうそろそろね5時になりますんで行ってみたいと思います。今回の部屋は3221号室ですね。ラウンジはね30階にあります。ちょっとねエレベーターに表記がないんで、ね、ちょっと忘れちゃうかもしれないですね。ラウンジは30階です。
ラウンジに到着しました。食事がね、ある程度あるのと、あとソフトドリンクがあります。残念ながらね、アルコールは全て有料ということでしたので、ディスティニー上フィー、宿泊費にするに対しての絶対かかる利用料金さ、ここは30ドルだったかな。それを利用することもできますし、もしくは他の、バーで、バーなどで利用することもできます。まあ、ひとまず食事があるっていうのはいいですね。ソフトドリンクは飲めます。水、お水から、コーラとかもね、利用できます。私はアイスティーは、アイスティーいただいてます。まあ、タイムズスクエアにあるホテルでまさか私ラウンジあると思ってなかったので、これはすごいですね。最終日の朝です、これからね、今朝の6時半ぐらいなんですけども、これからね朝食食べに行きたいと思います。朝のタイムズスクエアはこんな感じになってます。いやー、このタイムズスクエアビュー本当にすごいですね。この部屋に宿泊すれば、大晦日のこのタイムズスクエアのカウントダウン、部屋から見えますからね。多分その日はとんでもない金額なんでしょうね。いやー、でもこの景色は本当にすごいですね。それでは朝食行ってきます。朝食取ってきました。今日はね、このマリオットマーキーズホテルの日本のヨーグルトが置いてありましたね。でも品数って意味ではそんなに多くはないですね。まあでも、ニューヨークですからね、十分という意味ではあります。それではいただきます。日本に食べたことないですね。美味しい。
とこのラウンジなんですけども、今7月8日月曜日なんですけど、真夏ですね。でもこのラウンジむちゃくちゃ寒いです。来られる方はね、ぜひ。上着1枚持ってきた方がいいですね。今私短パンとタンクトップで半袖なんですけど、今すぐここから出たいぐらい寒いですね。なんでこんな寒いんだろうな。本当に勘弁してほしい。海外ホテルあるあるで、ラウンジあるあるでもあるのかな。この前のどっかのホテルもラウンジすごい寒かったんですよね。長く滞在されたくないからこんなに散歩してるとしか思えないぐらいの、ね、寒さです。それでは朝食を食べて観光に出かけたいと思います。マリオットマーキースの朝食会場出ました。いやね、考えられます？ラウンジの中冷えすぎてて白い火出るんですよ。びっくりしちゃいましたね。それではね、部屋に戻って観光の準備したいと思います。いや、さすがにこれクーラー効きすぎなんじゃないかな。みんなすごい寒そうにしてましたね。それでは部屋の方にね、戻りますね。フィットネスセンターは23階にあります。一応ね、中だけ軽く見たいと思います。それではね、今朝の10時半ぐらいなんですけども、本来ね4時までのレイトチェックアウトだったんですけども、今日は混み合ってるみたいで、1時までしかできないということなので、ちょっとね観光の時間帯的にちょっと厳しいので、もうチェックアウトしちゃいたいなと思います。それでは行きます。昼間のタイムスクエアですね。いやー、この景色本当すごかったですね。それではチェックアウトしに行きます。それではね、無事チェックアウトすることができました。マリオットマーキュリーマーキースホテルですね。今回だいたいまあ1泊だったんですけども、まあどうでしょうかね、観光向きかっていうとムーン客ですね。というのも、このホテルはすごい大きくてですね、エレベーターの作りがちょっと変わってまして、建物に対して真ん中にエレベーターがある分、部屋に行くのに結構時間がかかるんですよね。なんか一つ忘れ物したっていうのでもね、結構な時間を要するのと、マリオットプラチナ会員の特典としては、朝食無料、ラウンジ利用可能、そういうのあるんですけども、残念ながら、レートチェックアウトは利用できませんでしたね。まあ 1,2 時間はレートできたんですけども、残念ながら4時までは利用できなかったというのと、あとラウンジがねとにかく寒い。あれは長居対策なのか何なのかちょっとわからないですけども、
今真夏なんですよね、こっちは。とはいえ、ラウンジ内で朝食時はもう白い息が出るくらい寒かったんですよね。そんなこと普通に考えてちょっと考えられないですね。長い防止対策なのかちょっと分かんないですけども、ちょっとその点はね、微妙かなと思いました。まあ、ニューヨークでラウンジが使えるっていうのはすごいね、得点としてはでかいんですけども、その昨日宿泊したマリオットイーストサイドの方が、まあ、はるかにね、良かったですね。で、店員さんの態度も申し訳ないですけども、マリオットイーストサイドの方がはるかに優しかったですね。まあ、店員さんの態度っていうのはね、結構このニューヨークでは面倒くさそうに対応する人結構多いんで、そういう意味では、マリオットイーストサイドの方が安いしっていうのはあるんじゃないかなと思います。このマリオットマーキスは基本的に高いんですね。私はたまたま安い日、今日日曜日なんですけど、日曜日から月曜日はすごい安いんですけども、本当に全部込み込みで2万円ぐらいしかしなかったんで、そういう意味ではすごい安いんですけども、まあどうでしょうかね。マリオットイーストサイド本日泊まろうと思えば多分もっと安く泊まれると思いますので、そういう意味では、ちょっとマリオットイーストサイドの方が良かったかなっていう感想ですかね。それではね、今回の動画はマリオットマーキスに宿泊してみたという動画でした。今回の動画が役に立ったという方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いします。 Twitter、ブログやっておりますので、もしよかったらチェックしていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。